さて行きましょう。前回は、路面電車などを主に引いていきました。現在の都市情報の確認からいたしましょう。まだまだ建物は普通に建つそうですね。で、年間人口増加数と工業比率と娯楽比率ですね。路面軌道総延長は前回達成してます。じゃあ次はどれやりましょうか。お金は80億円だから、この比率を一気に上げたりとかはまだ難しそう。年間人口増加数もちょっと難しいけど、でもどうやらまだ路面電車駅は建ててないんですね、これ。だから、今回は、こちらに、路面電車に駅でも通しましょうか。こっちのもまだなんだよね、きっと。じゃあ早速、やろっかな。じゃあその前に、ちょっとここの高架駅が、ちょっと短すぎるので長くしましょうか。ここにも駅1個建ててみました。どうなんでしょうか。こっち側にも一応やっとこっか。で、次はどうしよっかな。ここら辺の空き地がすごいよね。なんか有効利用できればいいんだけど。こっちはもう4両全部通しちゃってんだもんね。ここ一直線上でなんか空いてますね。ここの線路でも伸ばしてみますか。でもその前に路面電車やっちゃいましょうか。それでいいかな。ここら辺は、ここに行く駅が欲しいかな。ここはこれか。結構駅の間隔とかも気にするようにしてます。最初ガバガバにやっちゃってきて、結構間が空いてたりしてて、間が空きすぎるともちろんその駅の利用者の問題もありますが、資材の問題もあるんですね。資材がギリギリ届いてない場所みたいなのがたまに発生しちゃうので、そういうのも確認しながらやるようにいつもしてます。どの電車なんだっけ？これかな。色分けしとこう。で、今建てた駅がどれかな？これじゃない、1個前だね。で、ここら辺で多分届いてないところがあると思うんだよね。どこだろう。多分こっちら辺が資材が足りない感じだと思うから、こっち側に資材置き場やっとこう。では路面電車の方、早速駅通らせていきましょう。電停ですね。設置費用が安いのでとてもいいですね。路面電車の駅はこれで大丈夫だと思います。では次は路面電車の、これですね。ありがとうございます。年間の子会社歴5億円達成しました。保存車両っていうのがあるね。なんだろう。あ、ここになんかある。なんだこれ。まあ動いてないし、費用もないけど、老朽化してんだね。これ老朽化してるの持ってると、なんだっけ。減価償却費とかになっちゃうんじゃないの？こういうのって。電車とかって言ってさ、子会社と違って新装とか一新できないから、売っちゃっていいんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうかね。だからこんなのって別にどうでもいいわけですし、これむしろ土地持ってるから固定資産税とかかかっちゃうんじゃないのかな。固定資産税って、この列車って含んだっけ？いいや。とりあえず、いらないものを売っちゃいましょう。紛らわしい。で、新しいのを4台買います。こっち側の方も伸ばしておきました。まあ、とりあえず1本ずつでいいかな。様子見なんで。これでどうでしょうか。で、次は、ここの道路ですね。ここはバスが通ってるみたいなんですけど、バス停が全然ないんですよね。そして何よりちょっと短すぎるので、こっち側に伸ばしていきましょう。まだこっちに直してなかったか。住宅はもちろん駅の周辺にも立ちますが、やっぱり駅から離れてるところにベッドタウンっていうのも必要だと思いますよね。ちゃんとそういうのもできてこそ人口を増やすっていうのが大切だと思うんで。こんな感じかな。まあ、くねくねとはしてますが、こっち側かな。まあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。で、こっちもバス停増やしていきましょう。まずはこれで OK でしょう。あとはどうしようかな。ここに1個追加しましょうか。まあこんな感じで黄色くなってるところが、資材が届いてないところとかなんですよね。見た限り結構今あって、こちら辺も多分今、ここに1個はあるんですけど、ちゃんと資材の置き場のやつまだ設定してないから、黄色くなってるんですよね。後で確認しましょうか。どれがどの電車かっていうのがね、ちょっとわからなくなってきてる。どれかな？青かな？で、資材のやつですね。資材のここの角っこになっているところが一番ギリギリ届くところになります。いつもここに合わせてやるようにしてます。これ置けてる？こんな感じかな？こっち側にも置いて、さっきのところは多分ここら辺なんだよね。ここが届いてなかったんだと思う。こんな感じでしょうか。これでだいぶいろんなところ届くようになったんじゃないかな。あと時々見るぐらいの感覚でにしましょうか。じゃあ次はどうしましょうか。これで住宅とか建つようにはなりましたが。どう見てもやっぱり資材とかが足りないんですよね。工業の比率がこれ以上上がらないっていうのはいいんですけども、下げなきゃいけないから、なんですけれども、隣町からもらってきても、そのうち値段がどんどん上がってきて、逆に資金が減っちゃう可能性があるんですよね。それがちょっと心配。今資金が33億円と微妙なので、隣町から無茶に買ってきて、なんか価格が上がっちゃうと大損害になっちゃって、後々どんだけ鉄道とか回しても全然黒字にならないってことが起きちゃいそうで、それがちょっと怖いですね。これは随分と懐かしいものをお持ちのようですね。以前この町で開かれた博覧会の入場チケットじゃないですか。ああ、これ、当時何枚か入手したものの1枚で実は余らせちゃって未使用のまま残っちゃうやつなんですよ。捨ててしまうかと思ったんですが、いつかプレミアがつくのではないだろうかと思って、未だに持ってるんです。なるほど。確かに末期は、かなり入場料が流出してましたからね。しかし入場券とはいえ、残っているものが見つけられたら嬉しいです。何せ会場の建設と撤去に関わっていたものですから。おお、あの会場は大門さんが工事したものだったんですか。そうですよ。作ってる時は良かったんですが、撤去工事の時はやっぱり名残惜しい気持ちになりましたね。他期間のイベントながらも本当に多くの施設を建てたものです。でも結局会場跡に残ったものといえば観覧車だけですよ。そうですよね。あの博覧会面白かったし、この街の未来を感じさせるような技術ばかり展示されていたから、私も名残惜しいです。でも名残惜しいからといって暗くなっても仕方がないですよ、大門さん。我々が博覧会で得られた感動を次の世代に伝えられるような街づくりをすればいいんです。跡地にホテルや展示所、超高層ビルなんかも建設して、来年には博覧会に負けないぐらいインパクトな街にしちゃいましょう。いいですね。それならぜひ自分も工事に携わりたいです。何やら壮大な計画が聞こえますが大丈夫でしょうか。麻吹くん、好経験の流れに乗りすぎるのもいささか問題ですよ。今日は結構カットが多いからもうちょっと撮影した方がいいのかな。どうしようかなって考えてて、それで考えたのが、港ですね。一応このマップだと、ここに道路が通ってて、ここら辺にある港は使えないとは言われていますが、これはあくまでここの橋より内側が使えないだけだって、外側はどうやら使えるみたいなんですよ。多分。多分。ないからわからないけど。だから、港を持ってこようかなと思ってます。港にしたら、多かったら売ればいいし、みたいなことがすごく簡単にできるんで。あとはどっか、ここら辺の町だったら、この、魚とか売れたりするからね。ということで、港を買いたいですが、ちょっとお金がないので、しばらく放置しましょう。お金が貯まったら、港を建てて、そこから様子見したいと思います。結構大きい建物とかも建ててくるようになったね。子会社も少しずつ建てましょうか。売り上げをどんどん欲しいんで。比率としては、今のところ住宅を高くしようかなと思ってます。住宅建てると、すぐに比率が上がっちゃって、住宅建たなくなっちゃうんですけれども、まあ無理やり建てても住民は増えるみたいなんで、安いのがこれなのかな。マンション C だって。住宅は結構どこに建ててもかなりいい場所って言われて大きな利益が期待できるみたいなんですね。早いうちにこういう建物がいっぱい建ちそうなところに建てておけば土地代も安くて、なおかつ大きな利益が今後得られるんではないでしょうか。でも資材がまだ足りないところばかりですね。本日はここで一旦おしまいにしたいと思います。次回はお金がだいたい50億円ぐらいまで貯まったら開始したいと思います。はい、ありがとうございました。